やっぱバイクの特権つかさ、いいでしょこれ。恒例の道路工事だな。疲れるね。なんかまくってもいいけど、結構速度じゃりすごいんだよね。電カルも多分溜まってるだろうからさ、錆びらしたくねえもんな。ガッパシ行ってもいいんだけどさ、とかね、疲れんなやわ。なんか黄色い看板あるわ。やっぱもうな、あれだな、片側交互通行だな。絶対腹立つわ。あらあら、ポリプロパラビレンさん、そんなに怒っちゃいけませんよ。これなんか拡大するといいことない？へえ、なんか面白いことになってるね。これいけるな。繋がってんのかな。やばいよこれ。来て。こうなのかな。これはこっちなんだかな。またお得意のすごいとこ来ちゃったねこれ。変な道をこよなく愛するポリプロパラピレンなのであった。はあ、ねえ、やっぱバイクの特権つうかさ、いいでしょこれ。つうかこの渋滞の原因何よって話だけど、あ、なるほどね。こう来たらまっすぐ行った方が、なるほどね。こいつ見っかな。これいけんだろうか。はあ、このインターというかこの辺りもよく利用するけど、まあなんか道路あるなと思ってたけど、まさかこんなことになってるとはね。へえ、これは本当地元民じゃなきゃ分かりませんわこれ。どういったらいいのかな。ほら、これでもうすぐでリフ街道、変な道からリフ街道に合流するよと、そういうことですか。ナビっつな、ヨコさんっつな。全然空いてるじゃんこっち。やべ、超下でさ、はい、これリフカイド乗りましたと。リフカイドでいいのかな。いいんだよな。県道でいうところの県道8号、宮城県県道8号でございますな。大好き。